福岡県庁を訪れたのは県立東洋高校2年の二橋まといさんです脳性麻痺のため右半身に障害がある二橋さんはパラクライミングを始めて1年足らずで先月日本選手権で優勝し来月7日からアメリカのソルトレイクシティで開かれる世界大会に日本代表として出場します服部知事はソルトレイクの土産話を期待していますと激励しました